把握してる。海軍と白ひげ海賊団を中心に大きく世界は動こうとしているわね。でもあの男はまだ動かない。世界中の革命家たちの黒幕、バター氏の同胞。革命家ドラゴン。ああ、俺の父ちゃんか。そう、あなたの父ちゃんが軍を率いて動き出すとき、バター氏は再びシャバへ飛び出し、世界の流れに身を投じる。今むやみに脱獄を試みても、シャバで大きく手配されるだ、キャブル。たったったった、父ちゃん、父ちゃんだぞ。ドラゴンがバナタの父ちゃん。バカおし合い、あなたがドラゴンの息子、息子がいたの。あ、これ言っちゃいけねえんだっけな。まあいいや、じいちゃん言ってたし。お前の父の名はモンキー D ドラゴン、革命家じゃ。俺もよく知らねえんだよ、実は顔も知らねえしな。知らないって逆にリアル。嘘をつける男には見えないし、海賊界でも超新星。たった今見せた常識外れの生命力、普通じゃない、十分にあり得る話。あなた出身はどこ？イーストブルーだ。ドラゴン、風に吹かれてる時、あなたどこにいても同じ方角を向いているわよね。そうか、妙なところに気づくやつだな。特に意識したことはない。じゃあ動物の帰巣本能ってやつかしら。そっちに故郷があるのでは。東の海に思う家族でもあるの。どう？通常の詮索はよせ、言わ。失礼だとしたら、本当にこの麦わら坊主がドラゴンの息子だとしたら。